に 大満足で、はい、ありがとうございます。言わせるみたいです大丈夫です。はい。色も、はい、こんにちは。札幌占い美容室相馬橋のことです。今日はもう先ほどちょっとカウンセリングをさせていただいて、今日やりたいスタイルはちょっと写真に収めたんですけど、前髪は結構短く切られるんですよね。はい。今日はね、大丈夫です。で、長さ。ちょっとやってみますね。モデルさんは眉毛ぐらいって言ってたので、ちょっと一回眉毛ぐらいでカットするんですけど、もう何ミリかですね。で、通常のハサミで切ったら、もうすごい変になるんですけど、これだとめっちゃ自然に繋がるんですよね。わかります？うん。すごいでしょ？結構すごいっていうか、自然じゃないですか。前髪。ここちょっと長くして、うん、なんかあんまりパツってなりすぎない。自然に、そう、自然がまっすぐに、そうなんですよ、超簡単。これ R2 セニングの凄さです。今はもうやっぱり自然に乾かしてみないと全くゴール見えないので、このここまで来るとなので、後でまたやるかなっていう感じですかね。で、上のメッシュが必要だったら、またちょっとボリュームアップでメッシュ入れたりとか、メッシュってあのカットのメッシュですね、それを入れてみたりとかしてもいいかなと思いますね。1箇所、多分ちょっとこのスタイルだったらもう耳の上もちょっとメッシュというかな、ここに正三角形を作りますね。ちょっとこれ分かるか分かんないですけど、はい、ちょっと必要な方は僕の過去のブログを確認してみてください。で、ここにメッシュを入れます。このメッシュの意味はボリュームですね。丸さとかボリュームをちょっと入れて、ひし形ラインを作りたいときに、ちょっと入れて、より小顔効果を出していく感じです。ですね。入れていきます。これでこの丸さが出て、より良くなっていくっていう感じ。カットはとりあえずこんな感じかなと思います。はい、ではソーダカラー入っていきます。ソーダカラーの配合内容がちょっと全て言えないんですが、すいません、やります。で、こちらソーダカラー入っていきます。ソーダカラーは何が違うかっていうと、通常の一般のサロンでやられてるカラー、ブリッジ使わないでやられてるカラーの、スペックよりもより上げていく方法ですね。上げていくというより、より明るくというか透明感をこう出していくような感じですね。で、まあ、あることをやれば皆さんのサロンでも全部使うことはできるんですけど、やはりカラーの選別が非常にこれソーダカラー難しくて、ちょっといろいろ研究した結果、やっぱりその使えるカラー剤というのがちょっと厳選されちゃいます。で、今使ってるのはこれブリーチフォームで、前から言ってるんですけど、これカットでも僕使えますし、ブリーチでも使うんですけど、これで全部塗っちゃいます。はい、いつもしつこく言ってますけど、ハケを使うと横のラインが出ちゃうんで、なるべく縦のラインの方がツヤが出て見えます。絵を描いた時に例えば髪の毛とかの絵を描いたときに、縦で作っていった方がツヤ感が出て見えるんですけど、ベタ塗りしちゃうと、横に塗っちゃうと髪の毛のでなんかツヤがある風に見えないと思うんですよね。なので、なるべく縦でやっていきます。僕はただ浸透をね、しっかりするようにちょっと心がけていただきたいなと思います。あと早い時間、仕事が。で、今ちょっと根元開けてるんですけど、根元をちょっと今違う薬を作るので、根元はちょっとあえて開けてます。はい、根元はこの残液に対してある薬をちょっと入れていくような感じなので、
このように根元の方をぼかして塗っていきます。そんなには本当に時間がかかんないんですよ。なんで、カラーも負担になる、はい、早いですよね。はい、なんかパワーって終わっちゃう感じですよ。適当にやったわけじゃないですかね。何回も言いますけど、カットは今日ちょっとゆっくり切ったんでちょっと時間がかかってますけど、このぐらいだったら1時間半ぐらいで終わるかなと思います。で、根元はコームワークさせて、このようにコームワークでぼかしていきます。あと結構最近多いのがグレージュとかアッシュとかなんか結構オーダーのお客さんが多くて、でなんかアッシュ入れすぎて変な色になっちゃうとか結構最近多いと思うんですよね。ブリーチの上になんかアッシュ直接入れちゃったりとか、悪いことじゃないんですけど、なんかもっと違ったアプローチで考えていった方がよく綺麗な色が出せると思うんで、僕も一時すごいアッシュ使ってて失敗したことが非常に多かったんで、そう思いました。最近だからアッシュはあんまり使わないですね僕。はい、で今これ毛先塗れました。はい、で、この状態で、今度根元の薬、今材液に対してですね、20% ちょっとプラスしてきます。はい、これで材液に対して 20% プラスさせてきたので、ここから根元塗ります。で、根元やっぱり染みちゃったりとかすることも多いので、最近アレルギーの人も多くなってきている感じで、僕はあんまりつけたくはないんで根元つけないで塗っていきます。前はね、ハケでゼロテクっていう方法で塗ってたんですけど、もうゼロテクやめて、今はもう僕はこれですね。まあ、うちスタッフはまだやってるかもしれないですけど、ゼロテクも結局ラインがめちゃくちゃ出ちゃうんでやめました。この塗り方でやってる方が早いし、楽ですね。まあ、ゼロテクも早いんですけど、伸びてきた時が結構曖昧な方が良かったりするんですよね。なんか細かいメッシュをめちゃ入れてる感じです、根元の方のつなぎ方としては。だからこのコーム本当もうこれ限定しかないんですけど、これめっちゃいいと思いますよ本当に。多分もう作ってないと思うんで、結構大量に買ってきたんですけど多分もうないと思います。これを作ってくれる人がいたらめちゃくちゃいい気は、絶対買おうかなと思うんですけどね。今もうちも僕が今 4個ぐらい使い回してますけど、あんまり使うとなくなっちゃうので。決めてないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。はい、できればこのコームのブルーが欲しいんですけど、このオレンジしか今このオレンジしかないんですよね。これ木のコームなんですけどなかなか売ってないんですよ。同じこの溝の広さがちょうど良くてリンクコームじゃできないんですよね。カットも縮毛矯正もブリーチも全部これでやってます。彼女の場合はサイドのこの上からかぶってる毛じゃなくて、この中の毛を切んないとちょっと重々なイメージになっちゃうんで、この中のかぶってくる毛ですね、この中の方の毛をちょっとですね切ってあげるとバランスがちょっと良くなります。ここですね、この辺の毛ですね、ここだけをこっちり位置にイメージした R2 セミングで、やっていきます。前髪もう一回いいですよ。あんまり引っ張らないで自然な状態で R2 セニングを入れていきます。さすがに毛先がちょっと遊びがないので、毛先の1センチに、R2 セニングをチョップというかチョップ気味に入れていきます。こういう感じですね、ちょっとバラバラにする感じです。ちょっとずらしながら入れていきます。どうですかね。
バックをカットして、バックの、ちょっと出てるところを引っ張って、R2 スイングで動かしながら逆刃ですね、基本的には逆刃で、取っていきます。この時もあまり引っ張ると癖がちょっと死んじゃうので、横にちょっと見えますかでしょうか、横にですねこういう風に分けて中だけ取ってそこをイングラの状態で R2 セニングで削いでいきます。まあ、削ぐというよりはラインを作ってる感じですね。 R2 セニングというのは要はぼかしながらセニングぼかしながらラインを作ったりとか、あとはレーザーカット、ドライで入れるレーザーカットみたいな感覚で僕は使ってるので、より柔らかい質感を作っていくのにはすごく適してるかなと思いますね。でソーダカラーでかなりトーンも明るくなって、まあ、動画で分かるか分かんないですけどかなり透明感出ましたよね、はい、かなり多分通常のカラーだとこの透明感やっぱり出せないんで、ワンプロセスだと。なのでまあソーダカラー使うと、ワンプロセスでできます。この辺はねちょっとレザーみたいな使い方ですね。ちょっと何やってるか分かんないかもしれないですけど、あとこの辺がちょっと重いんでここにまたメッシュを入れていきます。はい、ちょっとここに軽さを出して、はい、このような感じにしてちょっと高さを出して顔周りの重さを取っていきます。でネプは結構スタイルは重めなんですけど、R2 スニングで毛先からちょっと引くような感じで毛束を持っていただいて束感ですね、ちょっとそれを作っていきます。この時にはどこを作ってるかっていうとこの表面の中ですね、表面の重さをそのまま残しながら中の方だけを、ちょっと束感重さも残しながら、ちょっと間引いて動きを出していく感じです。でちょっと毛先がね若干重いんでこの毛先の部分だけを、R2 セニングでちょっと、遊びをちょっと作ってもうちょっと柔らかい質感に作り直していきます。はい、こんな感じですかね。はい、それだいぶ柔らかくなってきましたね。はい、このような感じで、まあ、だいぶスタイルとしてはいいかな、こんな感じなのかなっていうところの部分が出ます。結構癖毛顔周りとかちょっとシャープにしたいとか抑えたいっていう場合はザイバルタン、もうこれはザイバルタンを、バックシェイプしながら顔周りにちょっと入れていきます。そうすることによって顔周りの小顔効果が出せます。今バックシェイプしてこれ前に下ろすとかなり小顔効果が出るので、でこのダイバルタンも多分他に、まあ、誰かがね真似しない限りはこれは世界初なんじゃないかなっていうようなハサミになります。まあヤスリがけですね、これでヤスリがけしていくことによって、よりラインが綺麗に出てきます。こんな感じです。であとモデルさん柔らかさも求めてたので、柔らかさを出す一つのポイントとしては、このショーバルタンじゃないや大バルタンで髪の毛の柔らかさは出せます。だいぶ顔周りもすっきりしてツヤ感も出てきますね。これちょっと触ってもらっていいですか。結構柔らかくない、軽い柔らかさも出てますよね、はい、でこのように顔周りとか結構ダイバル使いますかね。最後のポイント、最後のなんだろう、仕上げとしてダイバル使っていった方がより綺麗にラインがなるんで、
こういう感じですかね。はい、で、あとはまあこの逆ライバルの使い方としてはちょっとこの反対側に入れることもできて、これどこ入れてるかっていうとパネルの反対なんですけど、この辺があのちょっとスムーズにストーンってこう入っていただけるとボリュームが出ながらあのツヤ感も出してくれるので、この辺をちょっと取ってあげるとあのボリュームも出つつストーンとこう綺麗に収まってくれます。はい、まあ、あのこれはかなり危険な技なので、表面の方は間違って切ってしまう可能性もあるので、このダイバルタンってハサミ以外でやるのはちょっとやめた方がいいと思います。このままバツって切っちゃったらそれこそ、訴訟問題にはなりかねないと思うので、はい、とりあえず髪の毛カットしてカラーが終わりました。どうでしたか？最初理想のスタイルを、はい、あの提示させていただいたんですけど、はい、そのスタイルと私の骨格に合うような、はい、あのカットをしてくださって、はい、プラス希望していたコア効果の、はい、もう実現されたので、もう大大大満足で、はい、ありがとうございます。言わせるみたいですか？大丈夫です、はい、色も良くなりましたよね。そうですね、理想の色で、はい、透明感出ましたもんね。1回でも、ソーダカラー使うと結構、2プロセスでやったような透明感が出るのでおすすめです。はい、では今日もありがとうございました。では皆さん、バイバーイ。バイバーイ。